皆さんこんにちは、京都のマサです。今向かってるのがね、亀岡の方なんですけど、今回は亀山城をね回ってみたいと思います。でちょっと今回ね、マイクの調子が悪くてですね、音声がうまく入ってなかったので、後からねこれで当ててます。亀山城はね、明智光秀が築いたお城なんですけど、ちょうどね戦国時代織田信長が京都に入って、その後ね丹波侵攻をしていく、丹波侵攻の拠点としてね築いた城なんですよね。で亀山城はその後ね、豊臣秀吉、徳川家康の時代に、家康の時代ですね、大幅に改築されて、それで、現在のようなね形に近いものになるんですけど、明治の時にかな、明治になってから大本というね教団がそこの土地をね買い取るんですね。でその入った大本という教団が弾圧を受けてですね、2度、明治と大正の時に2度弾圧をされて、本丸のね石垣とかもだいぶ壊されてるみたいなんですよね。なのでね、本丸とかは後からその教団の信徒の人が石垣をね再度作り直してるんですよね。ですから原型はとどめてはいないのかもしれないです、そういう意味では。ですけどね、一応それなりに石垣も残ってますし、あと亀山城はね内堀外堀とあと総堀っていうね三重の堀を持っていた城なんですね。なのでそのあたりもね見ていこうと思います。ではまたね後ほど。ここがね、かつての外堀みたいです。この石垣は、後からやったんですかね、きれいにね。この通り、これがね、外堀。で、これが総堀ですね。一番もっとね。ここだけがね、城の範囲なんですよね。
今内堀として残ってるのはこの辺りだけ、あとこっちとですね。本丸の方に、ね、本丸のあったエリアの方に行ってみましょうかね。亀山城の後でね来ました。多分この弥勒会館っていうので受付しないと入れないよね。銀河来る大河ドラマ館だって。あ、こんにちは。今ね、簡単な説明をしてくださってパンフレットもね、いただいてきましたよ。金属地、あ、石でなんかあるんですね。だから天守台の上にはね、上がれないんですね。金属地ってなってますからね。これは内堀の跡かな。多分内堀の跡ですね、これはね。この辺になんか石にね、あ、入ってますね。口とね、まんじが入ってますね。
まあこれ大名のマーキングがあるってことは天下武神の時のね石ということですね。ですから光秀が作った当時じゃなく、その後のね江戸時代に作り直されてる時の石ですね。その時はね藤堂高虎がね縄張りとかをやってるそうです。ですからね江戸時代は五層のね相当型の天守が上がっていたみたいで、あ、このイラストですね。これはね江戸時代に作られた天守みたいですね。あれ、こっちから回っていくのかな。一応こちらね神域なんでね、一応お参りしていきますかね。よいしょ。すごい吐き清めてありますね、ちゃんとね。どっちかな。この辺の小口みたいになってるのはね、後から作られたのか、その辺がちょっとよくわからないんですけど、まあまあでも立派なね、石垣ですね。天守台のね、石垣はなかなか立派なものがありますね。3分の1ぐらいしか残ってなかったみたいですね。その爆破、2回目のね弾圧の時に爆破されてだいぶ失われたようで、でもこんな風に積み直したんですね、多分ね。これより上、立ち入りご遠慮くださいって書いてある。
人がいるんですかね、信者の方がいるんじゃないですかね。音がしますけど、観光の方はこの先は行けませんって方、あ、井戸か、こっちにね、井戸があるね。古い井戸がね、残ってるみたいですね。今でも水はあるみたいです。すごいね。うわ、穴が開いてる。穴が開いてる。畑になってますけど、よくでも積み直しましたよね、こんなに。